股関節周辺のトレーニング、腰痛、膝痛、肩痛を防ぐ。股関節で内に絞りながら移動。膝をあまり前に出さないようにする。顔は正面を向く。股関節に体重を感じながら左右に移動をします。手は内旋をしながらするとさらに効果があります。顔の向きも下半身の体重移動に腕の内旋を連動させながら、顔のひねりも加えるとより良いと思います。キャッチャーの方向へ内旋と合わせて肩越しに見るような形になります。股関節周辺トレーニング、投球動作。片足でバランスを取る。足を踏み出して肘を膝の外側まで振る。軸足は離れないようにします。振り切りは外側へ振り切ります。ゆっくりで構いません。今回は軸足に立ち、そして足を踏み出した時に胸郭を空に向ける、胸郭を上に向けるということを加えてみました。そして外側回内をします。この柔軟性を保つことが大切です。一つ一つ確認しながら行ってください。慣れてきたら外側回内の時に大きく引き戻しをしてみましょう。引き戻しをしたタイミングで3点位置ができるかどうか確認をしてみてください。
股関節周辺トレーニング等級動作。足を踏み出した状態から高くジャンプをして足を入れ替えます。膝はキャッチャーの方向に向くようにします。膝が割れないように気をつけます。体幹はまっすぐのまま、目線はぶらさないようにまっすぐキャッチャーの方を向いてください。下半身の安定感につながります。何度も繰り返し下半身の筋力を鍛えていってください。下半身の強靭さが安定したピッチングにつながっていきます。上半身のエネルギーを最大限に生かすためには下半身の安定感は不可欠な材料となります。股関節トレーニング等級動作。股関節周辺トレーニング等級動作。ボールを投げ終わった姿勢から左右にジャンプをします。足を入れ替えた時に上体のバランスを崩さないようにしてください。股関節で地面を捉える感じで。バランスが崩れてしまう人は大きくジャンプをする必要はありません。まずは形をしっかり整えるように練習をしてください。股関節周辺トレーニング等級動作。股関節周辺トレーニング等級動作。残った足は内側面は地面についたままにします。股関節周辺トレーニング等級動作。残った足の内側面は地面についたままにします。伸ばす手は目いっぱい伸ばします。手のひらは垂直にします。手のひらの下側で遠くのドアをさらに奥に押すようなイメージです。顔を突っ込むのではなく、体
体幹全体で伸ばすイメージを持ってください。肩甲骨が伸びている感覚を確かめてください。これ以上伸びないと思ったところからさらに奥に突き出すイメージで押してください。さらに奥を肩甲骨の奥から肩甲骨の深い骨で、押し込むというイメージを持って、行ってみてください。良い投手はこの状態から開内をするというイメージになります。できる限り顔は突っ込まないというイメージを持ってください。顔を突っ込んでしまっては意味がなくなってしまいます。顔は突っ込まず手のひら下、手首側を突き出すと押し込むというイメージで行ってください。股関節ジャンプ前、肩幅よりやや広めに広げます。膝を前に曲げずに股関節でジャンプをしてください。着地でバランスを崩さないようにしましょう。へそを突き出してへそからジャンプをするイメージで。反動を使うことはありません。顔はしっかり正面を見てください。お尻を突き出してパワーポジションを保ってください。足はガニ股で行う方が効果があると思います。